あれこれ葉っぱまだ緑だ、ま、もみじなのこれ。これは東海で。あ、うん。東海でっていうのは海でと違うの？うん、海でだけど海での仲間もね、いろいろあってね、宮様海でとか、いろいろ海でつくのがいっぱいあるんだけど、だいたい3つに葉っぱ割れるんだよね。秋の紅葉が綺麗、うん、春も春でいいけどね。あの8つぐらい出会ってさ、うん、あれでオレンジに紅葉するやつ、あれは明月海で。あ、そう。あれも海でかい。うん。明月海で。うちは海で、明月海で。この手菓子は。うんうん。黄金なんとかっていうのもあるよ。うん、黄金、あれは板屋。ああ、黄金板屋。だけど、ユーロっぽくね。うんうん、そう。だけどやっぱり黄金板屋海でっていう。あ、そう。やっぱりもみじと同じで硬いの。硬い、だからこのぐらいの太さまでが原理、うん、もうこれ以上太くなるとね、折れちゃう、うん、もう芽吹いてるってことは水がたっぷり。そうそうそう。あと、この針金は 0.03mm。まあ1年後には外すからね、これは。ちょっと見た目悪いけど、最初はやむえず。うんうん。くせつくまで。うん。それは本当に癖つくの？つくよ。これ1年で外せるよ。うん、そんな石にくっつくわけないでしょ。つくんでなくて形がつくだけ。うん、それは10年も経てばこれにへばりついてがっちり食いつくようになるからね。剥がそうとしても剥がれないぐらいふついちゃうよ。あ、そう。うん、やっぱり、うん、結局この石の形にガチッとなるのには5年ぐらいかかるけど。うん、それはあれだね、あの幹に針金巻いてないから食い込むってことはないよね。ないない。まあ食い込むってことはないけど、巻いてもいいんだよ。巻いても早めに取ってやれば、うん、これはね、ちょっと巻いて直して